やいか、置かれたいのかい、押されたいのかい、どっちなんだい、どっちなんだいか。夏の素肌に川大敵。パワー。寝る前ワンプッシュ、効き目朝まで。アース、押すだけ、ノーマット。夏の素肌に川大敵。パワー。窓を開けていても顔入れさせない。置くだけ、アースノーマット。夏の素肌に川大敵。パワー。寝る前ワンプッシュ、効き目朝まで。アース、押すだけ、ノーマット。夏の素肌に川大敵。パワー。窓を開けていても顔入れさせない。置くだけ、アース、ノーマット。という商品でして、はい、顔、まあ、入ってきた顔をちょっとイラつきみたいなものをなんかこうなくしてくれるノーマットだよみたいな見え方にしたいので、いつもの感じで打って変わって面白いのかなと思います。またこれはこれとして、はい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 、なるべくこうスーッと画面の下から前に、そう、あ、そう、まさにまさにそれです、まさに。筋肉さんって分かる分かるもんな、だけどこの耳の感じ。誰かめっちゃぶっ飛んでるな、なんか外だからカッコーディな。あとでカトラリーを戻しますね。はい、で良さそう、良さそう、うん、ああめっちゃいいですね試算するイメージなんで、こうにこれで見て、こうで、もうバシってバシで、はい、こっちはもうイカってるんですよね。そうですね。スタート。
指がボタンまで行くことなんで、それ優先で動きとかはやっちゃったら。スタート。どうぞ。やいか、置かれたいのかい、押されたいのかい、どっちなんだい。そうそうそう、スパイスね。やいか、置かれたいのかい、押されたいのかい、どっちなんだい。おーくスパスパイプレイバックおーはい、お話はそこまでを一連で、あんま強くやると肌にあれなんです。リラックス、瞑想中。いきまーす、スタート。カット。番です。首だけ、ちょっとポキポキって音入れたくて、なんで首だけ。スタート。カット。あ、これいいですね。これすごい、とっても面白い。来ました。じゃあ行きましょう。よーい、スタート。やあ、カット。これもいいね。あ、これですね。これで綺麗に筋肉さんの位置が正体になって、ちょっと笑ってる感じですか。ちょっと笑ってみましょうか。スタート。パワー、カット。あと、いいですね。スタート。パワー、カット。上げて普通にしたいので、そうです、それがいいです。はい、スタート。以上です。本日の撮影以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。そうですね、今回はですね、ちょっと演技を中心にやるような感じでして、普段だったらこうパワーとかいやーとか叫ぶことが多いんですけども、表情とかなんかそういうところをあの監督さんに演出してもらいましたんで、演技をしているところを見ていただきたいですね。はい、まあ、もちろん表情もそうなんですけれども、こういう表情の時には筋肉はこういう演技かなっていう、筋肉の表情の変化にも注目していただきたいと思います。ちょっとあの筋が出てきたりとか、血管が浮き出てきたりとか、それがなくなったりとか、その辺をぜひ注目していただきたいですね。いや、正直びっくりしました。いや、僕でいいのかっていうのがちょっとあったぐらいびっくりしまして、非常に嬉しかったんですよ。なのでこれはもう万全の準備をしていこうっていうのがありましたんで、まずはやはりアースノーマットというこのフレーズ、やはりまあ英語というかカタカナ表記ですので、僕はもうそこの発音だけは完璧にしていきたいなっていうので練習はしてきましたね。あのやっぱりネイティブな発音でそういうシーンもあるかなっていうのを自分で想定して、どんなシーンが来ても対応しようっていう準備だけはしてきました。
じゃあちょっとネイティブバージョンでアースノーマットって教えていただけますか。はい、わかりました。いや、はい、ちょっとスイッチを入れないと、あの練習してきたぞっていうのはやっぱ見せたいので、ここでえその程度かってなると何やってたんだっていうふうに思われますんで、ちょっとすいませんね、ちょっと今もこうスイッチが入らないと、あれおかしいな、いやあれあ、あ、うあ、うあれあ、よし、いけます。じゃあ、アースノーマットの、僕が練習してきた正式な発音、やらせてください。アースノーマットねねはい、こちらですね。僕はロサンゼルスの方に4年半住んでましたんで、あの英語の方は自信がありまして、まあ、どんなやっぱりこう発音でお願いしますって言われるかも分かりませんので、これだけはしっかりしようっていうので必死に練習してきました。今回はですね、もう私の演技にぜひ注目していただきたいんですよ。で、さらにですね、パワーっていつもだったら大きな声で叫ぶ感じで力強く言うんですけども、そのパワーの中にもですね、こんなパワーはありますかっていう、自分でも今回、僕はもう22年間パワーって言い続けてきましたけど、初の試みのパワーもありますので、そこもちょっと注目していただきたいですね。非常に難しかったです。11テイク取りました。はい、ってことは俳優中山きんに君に注目ということですね。ありがとうございます。そうですね、ちょっと演技に挑戦させてもらったっていう感じになってますので、見ていただきたいですね。私はまあやはりこう乾燥を防いだりとか、紫外線を予防したりとか、あとはできるだけこう摩擦を防いだりとか、そういったことを基本的なことをやっております。でもなんか場合によっては黒い方が、肌が黒い方がいいみたいな時はないんですか。はい、あのボディービルの競技に出てるんですけれども、その大会とか競技の時は色が黒い方が評価がされますので、その時はねちょっとあの日焼けをして色を変えるんですけれども、普段はできるだけケアしてる感じですね。はい、ケア、はい、普段はできるだけケアしてる感じです。はい、やはりそうですね、普段から薄着でいますので、もう本当にあったかくなってきましたけども、冬といいますかね、寒さというのは大敵になるかもしれないですね。よくあの言われるんですよ、一年中タンクトップで過ごしてますし元気よくやってますので寒くないんですかって言われるんですけれども、普通に寒いです。お肌乾燥しちゃったりもしますしね。そうですね、だから気をつけないといけないですね。割と乾燥肌系ですか。いや、そんなこともないんですけれども、あのやっぱり冬になると多少乾燥してきますよね。ドライドライスキンね。そうですね、あのまあこれ僕ら世代なのかちょっとわからないです。今の若い世代の人とかご年配の方はやってるかわからないですけれども、皆さん僕ら世代はもうほぼ全員やったと思うんですけど、ペケ印をつけるんですね。虫刺されの腫れたところの赤いところにペケ印をつけるっていうのはやっちゃいますけれども、どうなんでしょうか。他の僕ら世代はほぼやってたと思いますよ。こう赤くなって、まあ、いくら描いてももう痒みも取れないんで、なんかこうペケ印をつけるっていう、こうプラスマークというか、プラスマークをつけておしまいっていう。そうするとこう痒さは収まったりするんですか。全く変わりません。しかしなんかやってしまうんですよね。みんなやってましたけどね。どうでしょう、今のやらなかったですか、こういうのプラスマークというかこうつけて。あ、いいんですか、そんな
僕のそんな時間を取っていただいて、いやまず字幕、英語の字幕をつけてもらうということで、もう本当にそれを聞いた時に、あ、ついに来たなということで、この作品からこれでハリウッドに行くんだなっていうのが思いましたね。だから本当に嬉しかったです。まずそこがありまして、でそれでまあ今後展開していって野望ですよね。英語で大丈夫なんですかね。はい、よし、それではいきます。パワー。私はですね、日本中の体脂肪を燃やそうということをテーマにやっておりますので、今後もそのちょっとフィットネスとかその健康についてとか体づくりについての発信をね、よりやっていきたいなっていうのがありましてね、ちょっとオンラインフィットネスとかそういったものも始めて、できるだけ多くの人と一緒に運動とかそういったものをやりたいなと思っております。子供から、ね、ご年配の方まで一緒にね、こう運動できるような、そして日本人の体脂肪を燃やして日本の重さが軽くなったりしてとか言って、はははおいおい、俺の筋肉さあ聞かれてるよ。おい、快適な夏を過ごすのかい過ごさないのかい、どっちなんだい。つー